赤、長崎大分線が延岡線九州横断自動車道は、九州地方を横断する、国土開発幹線自動車道の路線名である。略称は、九州横断道。長崎県長崎市から、大分県大分市に至る長崎大分線と、熊本県上益城郡に船町から、宮崎県延岡市に至る延岡線の2路線からなる。 1990年1月25日までは、長崎大分線の内佐賀県内区間の道路名としても用いられていた。本項目では、国間道としての九州横断自動車道について述べる。国土開発幹線自動車道建設法では、九州横断自動車道は以下のように指定されている。この全区間が高速自動車国道の路線を指定する、政令で下記の通り。 高速自動車国道に指定されている。これらについて、開通済みの道路名に区分すると、以下のようになる。は、高速自動車国道に並行する自動車、専用道路。両路線とも、九州縦貫自動車道と、東九州自動車道を結び、九州の東西軸の強化を目的としている。長崎大分線は、九州縦貫自動車道を挟んで、西側区間が、 長崎自動車道として2004年までに、東側区間が、大分自動車道として1996年までに、開通し、全線共用中である。なお、西九州自動車道として共用中、事業中の竹尾ジャンクション竹尾南インターチェンジ間も、長崎大分線に指定されているほか、重複路線である東九州自動車道として、 共用中の早見 IC2 室 JCT 大板メラインターチェンジ間も法定名称上は九州横断自動車道長崎大板線となっている。1990年に竹尾北型インターチェンジ大村インターチェンジ間が開通するまでは長崎県とはつながっていなかった佐賀県内区間について長崎道の名称を使うことに同県の反発があったため、 高速自動車国道の路線名である、九州横断自動車道をそのまま道路名としていた。道路の状況及びインターチェンジなどについては、各道路の項目を参照。熊本県上増樹郡に船町から道郡鹿島町、宮崎県西臼杵郡高千穂町などを経由して、宮崎県延岡市に至る路線である。2014年3月22日に、 鹿島ジャンクション小池高山インターチェンジ間が九州中央自動車道として初めて開通した。倉田交差点の岡ジャンクション IC 間は高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である国道218号、北方の岡道路として共用中である。道路の状況及びインターチェンジなどについては九州中央自動車道の記事を参照。 高速自動車国道中央自動車道、西宮線等に関する協定のうち、別紙8。日本高速道路保有、債務返済機構。2015年2月15日閲覧。九州横断自動車道延岡線鹿島ジャンクション、小池高山インターチェンジ開通のお知らせ。熊本県内初の九州横断自動車道、延岡線の開通。 国土交通省熊本河川国道事務所、熊本県、西日本高速道路株式会社。2014年1月24日閲覧。ありがとうございます。